おはようございます。1月29日月曜日、時刻は8時30分になりました。引き続きソライブモーニング、角田直子が担当します。よろしくお願いします。さあ、ソライブモーニングもラストブロックになりましたけれども、そろそろ家を出られるという方が多いですかね。今日も寒さ対策しっかりとしてお過ごしください。幕張は少し雲があるものの、日差ししっかり、いいお天気になっています。日向では少し日差しのぬくもりも感じられそうですが、今日は日差しと北風のせめぎ合いになりそうですね。体感も気になるところです。日差しがキラキラと輝いていて綺麗ですね。幕張はいいお天気になっていますが、その他のエリアはどのような空になっているのでしょうか。皆さんからいただいておりますウェザーリポートで各地の空の様子を見ていきましょう。はい、こちらマップに皆さんからのリポートが載っておりますが、雲広がっているところ、特に西日本中心ですかね。西日本や日本海側で多くなっているようです。南から順番に見ていきましょう。フィリピンのあたりまで来てしまいましたが、少しもう少し北に行きましょうか。はい、沖縄の方から届いてるかな。あれ、先ほど届いていたかなと思ったんですが、 ありましたね。はい、石垣市、おはようございます。北風寒い朝ですといただいています。北風、沖縄の方要注意。昨日との体感差大きくなりそうですね。本島の方も1枚見ていきますか。那覇市の方も雲が多いですね。今日は雨に注意をしてください。では続いて九州見ていきましょう。九州は九州はどうでしょうか。朝の時間もう全域で雲が広がるような状態になっていますね。はい、こちら鹿児島県鹿児島市、雲べったりの空、6度と寒いですが気温8度予想。日中の暖かさは期待できそうにないですね、ということですね。この後日差しに期待したいですけれども、寒い体感は続きそうです。続いて見ていきましょう。続いて中四国行きましょうか。この辺り雪どっさり積もっていますね。広島県の秋ですね。ただこの前、この看板にも着雪していてバフみたいになっていましたね、ちょうどこのリポート。ただまだまだ積雪の量はかなり多いですね。この後も十分お気をつけください。では続いて見ていきましょう。四国も1枚見ていきましょうか。四国はうっすらと雲かかっているところが多いようですね。ただこの辺りは日差しも出ています。雲越しの日差しかな。綺麗な青空のところもありますね。高知県の南国市です。綺麗な青空広がっています。気持ちいい空になってますね。では続いて東日本を見ていきましょう。まずは東海、東海も綺麗な空ですよ。青空ですね。はい、すごい綺麗。この辺りも綺麗ですね。静岡県富士市、寒いねといただいています。いいお天気ですが、やはり体感は寒いようですね。続いては甲信エリア。甲信のあたりも晴れてますかね。うん、長野県の何町だろう、駒ヶ根市ですかね。今朝も寒いですといただいています。霜が降りているのかな、雪が残っているのかな。白く下はなっていますね。路面凍結などにお気をつけください。では続いて北陸見ていきましょう。北陸は今すっきりしない空のところが多くなっていますね。一部青空が見えているところもありますが、白い景色のところが多いです。石川県輪島市、白米千枚田が雪景色になっていますね。水平線は雪のため見えません。ぼやぼやと水平線になっていて、海と空との境目がわからないですね。この後も雪の降り方を気をつけください。では新潟のあたりも見ていきましょうか。ちょっと強そうなところもありますよね。このあたりは雪が降っているのかな。今も白い景色になっています。新潟県の、なんだろう、難しいな、小泉市ですかね。雪降っています。
新雪は5センチくらいです。1日積もるともっと積雪、1日降るともっと積雪増えそうです。もううんざりですといただいていますね。かなり積雪の量増えてきておりますし、今日も降り続きそうですね。あ、5センチですか。ありがとうございます、教えていただいて。この後も雪の降り方十分お気をつけください。では続いて関東を見ていきましょう。関東エリアは綺麗な青空が広がっています。わー綺麗、この辺りとっても綺麗な今朝日ありましたよ。見ました、あのオレンジの、どこだろう、なくなっちゃったかな。なくなはないんですけど、なくなりはしないんですけど、ちょっとどこ行っちゃったか分かんないですねあ、それだ、神奈川県横須賀市ですね。綺麗ですね。おはようございます。1月最後の週ですね。今週もよろしくお願いしますといただいています。はい、快晴の空、少し下の方には雲がありますが、綺麗な空に朝日が登場しました。いやー、手合わせたくなるような朝日ですね。では続いて北日本見ていきましょう。まずは東北エリアを見ていきたいと思います。東北エリアの全体の空の様子見えますでしょうか。今晴れているところも多いようですね、出てくるかな、リポート。秋田市綺麗な空ですね。この辺りとっても綺麗な雲が出ていましたが、秋田県男鹿市青空です。穏やかな朝ですといただいております。いい天気。もう一枚見ていきましょうか。東北エリア、ただこの辺りは雲が広がっていますかね。雪も降っていそうでしょうか。あ、仙台市もすっきりした晴れですね、この辺り雲が広がっていましたね。山形県山形市、雪がちらつき、昨夜からの積雪5センチくらい、山形市の方ではすっきりしない空でまだ雪がちらついているということです。やはり今日も東北エリアも変わりやすい空のところ多くなりそうですね。道路が真っ白になっています。でもまあ最後、北海道のお天気見ていきましょう。北海道は積雪の量が気になるところですが、今朝はどうでしょうね。お天気は回復しているところが多いようですね。札幌周辺1枚見ていきましょうか。この辺り、北海道札幌市、すごい積雪、今日はお天気いいのかなといただいています。青空は出ているんですが、やはり昨夜からの雪でですね、積雪の量はかなり増えてしまっているようですね。雪かきが必要になりそうです。もう一枚見ていきましょう。この辺りはどうですかね。今日は雪の報告もいただいていましたが、北海道羅臼町、やはり吹雪ですといただいていますね。太陽はうっすらと見えているんですが、雪が降っている様子もしっかりと確認できます。視界不良などにも十分お気をつけください。皆さんからいただいたウェザーリポートで全国各地の空の様子を確認していきました。ではここからは今日のお天気のポイントを見ていきましょう。今日のお天気の流れをポイント解説で確認していきたいと思います。ウェザーニュースのウェブサイト天気図チャンネルからご確認いただけます。では見ていきましょう。今日は低気圧が北海道の南岸を朝通過するため、積雪が急増している恐れがあります。路面の状況などに十分お気をつけください。また北陸エリアにはですね、こちら日本海で風と風がぶつかり合ってできる活発な雨雲、雪雲の影響で一時的に降り方が強まる恐れがありそうです。雷やあられ、突風にも注意をしてください。続いて見ていきましょう。また寒気の影響で引き続き日本海側では雪が降りやすくなります。積雪がじわじわと増えていきそうですね。こまめに雪かきを行ってください。また沿岸部では風が強くなりますので、吹雪による視界不良にも注意が必要です。続いて見ていきましょう。太平洋側は晴れるところが多くなりますが、冷たい北寄りの風が吹きます。気温よりも寒く感じられそうですね。寒さ対策はしっかりと行うようにしてください。また広いエリアでにわか雪の可能性がありそうです。関東エリアもですね、弱い前線の影響で夕方以降にわか雪やにわか雨の可能性があるので、お出かけの際は雨具をお持ちください。今日のお天気の流れをポイント解説で見ていきました。ではここからはアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日も引き続き日本海側では雪の降りやすい空となります。まずは西日本です。
沖縄は雲が多い空でにわか雨の可能性があります。昨日より気温がぐっと下がります。風も冷たいですので寒さ対策しっかりと行ってください。また山陰や近畿北部では今日も雪が降ったりやんだりとなりそうです。お気をつけください。そして太平洋側まで雪雲流れ込んでくるところがありそうですね。晴れていてもにわか雪に要注意です。特に九州の北部や四国山地、京都、滋賀周辺では雪雲が流れ込みやすいですので、空の変化にしっかりと注目を行うようにしてください。続いて東日本です。北陸エリアは雪が降ったりやんだりの一日。JPCZ の影響で一時的にどかどかと雪が強まり、積雪が急増する恐れがあります。雷、突風、あられを伴う恐れもありますので、荒れた天気に警戒をしてください。その他のエリアは日差しが届くところが多くなります。ただ日本海から雪が流れ込み、長野県でも雪のマークがついていますね。東海西部でも日差しが届いていてもにわか雪の可能性がありますので注意をしてください。そして関東ではですね、弱い前線の影響で夕方以降ににわか雪やにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。また東日本、昨日より気温が上がるところが多くなっておりますが、今日は北寄りの風が吹き、気温よりも寒い体感となりそうです。最後に北日本を見ていきましょう。北日本は今日も日本海側中心に雪の降りやすい天気が続きます。特に北海道では昨夜からの雪で積雪が急増しているところがあります。路面の状況にお気をつけください。今日も各地雪が降りやすくなりそうです。特に日本海側や道北のエリア、そして知床半島ではですね、雪が強まり大雪になる恐れもありますので警戒が必要です。沿岸部では吹雪にも注意をしてください。東北は太平洋側まで雪雲流れ込んでくる可能性がありそうです。にわか雪にご注意ください。また北日本、今日は最高気温も氷点下のところが多くなっていますね。一日を通して厳しい寒さとなります。しっかりと防寒を行うようにしてください。今日のお天気をアイコンでお伝えしました。続いては週間のお天気です。週間のお天気をアイコンでお伝えします。まずは西日本です。沖縄は寒気や前線の影響で曇りや雨のすっきりしない天気が続きます。気温は上がらずひんやりとした体感になりそうです。九州から近畿は水曜日や木曜日は雲が多く、雨や雪の降ることがありそうです。厳しい寒さは落ち着き、この時期らしい寒さになります。次に東日本から北日本です。中部は太平洋側は周期的に天気が変化し、日本海側は雪の降る日が続きます。積雪増加や吹雪による視界悪化に要注意です。猛烈な寒さは少し和らぎます。関東は日差しの届く日が多くなります。厳しい寒さは落ち着き、この時期らしい体感になりそうです。2月スタートは雲が多く、雨や雪の降る可能性があります。東北は日本海側は雪の日が続きます。積雪が増えるので安全を確保してこまめに除雪を行ってください。太平洋側も雲が多くなりそうです。北海道は日本海側を中心に雪の降るところが多くなります。積雪の増加や吹雪による視界不良に警戒が必要です。また真冬日が続くので体調管理もしっかりと行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。アイコンで全国のお天気をお伝えしていきました。ではここからは皆さんからいただいております今日のモーニングのテーマリポート、風はというリポートをご紹介していきたいと思います。東京都港区のドロドロさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝も寒いけれどよく晴れています。明るい朝日が見えましたのでリポートします。左に小さくレインボーブリッジが見えますねといただきました、はい、晴れていますか。よく晴れていますが寒いですといただいていますね。この後の北風の状況も気になるところです。続いて見ていきましょう。愛知県豊田市マジニコニコさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。薄雲が少しありますがよく晴れています。風は北寄りの 0.7 メートルくらいで穏やかですねといただきました。風北寄りですが 0.7 メートル、まだあまり強まっていないようですね。こちら強くなってきますともう急に寒さを感じられそうですね。風を防げるような服装がやはり良さそうです。
続いて見ていきましょう。富山県南砺市の4番ひろくんさんよりいただきました。ありがとうございます。朝の出勤時、風は穏やかですが雪がふわふわと舞うように降っていて、視界は1キロ以下となっています。体感は昨日より寒さが緩んでいますが、暖かくして1日頑張っていきましょうといただきました。雪がふわふわ舞っているといただいております。風はあまり強くないようですが、風があまり強くなくても雪が軽い雪ですとふわふわと舞って視界不良になる恐れがありますね。この後も十分お気をつけください。続いて見ていきましょう。北海道釧路市アンテナさんよりいただきました。ありがとうございます。なおちゃんおはようございます。晴れています。風は強いです。夜中に雪が降りました。積雪は3センチくらいですね。体感は極寒、気温はマイナス6度。残りモーニング頑張ってくださいといただきました。こしろ、お天気回復したようですが、積雪は夜中の積雪が残っておりますし、まだ風は強いということですね。マイナス6度という気温で体感も極寒といただいております。北海道今日この後も冷たい風が吹き、気温もなかなか上がらなさそうですね。しっかりと寒さ対策を行うようにしてください。皆さんからいただいたモーニングリポートご紹介していきました。たくさんご参加いただきありがとうございました。ではまもなくモーニング終了ということで、ここからはクロストークに移りましょう。今日のサンシャイン担当はリナッチです。あ、リナッチがちょっと小走りでやってきましたおはようございます。よろしくお願いします。さあ今日は体感はどうでしたか？今日も寒いですね。そう、私も今日の気温がちょっと上がるから、油断しそうになったら、すっごく寒くてびっくりしちゃいました寒いですよねコートをね、外中継の時に予想してくださってる方がいらっしゃったんですけど、もう私予想のしがいがないと思う。最近毎日ダウン、なんかなかなかダウン起きちゃうと、それより寒い、それより寒いやつ着れないですよね。なかなかね、そう、先週記録的な寒さでしたが、今日もまだ寒い。朝は特に寒いですよね。家の中が寒いんですけど、寒いです。寒いですよね。寒いです。どんな対策してますか？もこもこの靴下をいつも履いてるんですけれど、それを最近2枚重ね、もこもこ2枚履きますもうスリッパみたいに。だからスリッパがすごい履きづらい。あ、スリッパもさらに履くんだすごい。でもね、今日トピックスにも出てましたけど、足首温めるの大切。なんか首を温めると、そうそうそう、でも首出すとモテるって言いません？あ、言いますよね、手首とか足首とかがちょっと見えてると、モテる。モテるっていうのを聞いたことがあります。聞いたことある。でも寒さには変える、ね、なんだろうね。冬はちょっと隠したいですね。冬は隠した。夏だ、でも夏だとみんな出してるから。みんな出してるから別に特別感はないです。でもモテるより風邪ひいちゃったら寒く、モテるが優先じゃない。寒さ対策が優先です。寒いの嫌だもん。だっていつも風邪ひいてたらモテないですよ、きっと。そうですよね。いつも鼻水ジュルジュルって多分モテないです。マスクしないといけないです。そうそう、風邪ひかないことが大事ですね。外にも出られなくなっちゃいます、皆さんも首をしっかりと温めていただければ、温めていただいて思います。この後サンシャイン、はい、今日も寒さについてもお話もしていきましたけれども、はい、体感もしっかりと見ていきたいと思いますし、日本海側は昨日ちょっと一瞬穏やかな空となった時間もあったんですけれども、今日もまた雪の降る空になるということなので、こちらもしっかりと確認をしていきたいと思います、はい、ではこの後よろしくお願いします。ありがとうございました。ひなちとクロストークを行っていきました、はい、首は持てない、持てなくてもいいですよ。隠して寒さ対策が必須ですからね皆さん持てたい方はね、ちょっと迷っちゃいますけれども、しっかりと首を温めて今日も暖かくしてお過ごしいただければと思います。ではこの後もやはり日本海側中心ですね、雪に注意が必要ですね。また太平洋側にも流れ込んでくる可能性があり、東京にも小さな
雪のアイコンが新たにつきましたね。モーニングの時間中に追加されました。この後も空の変化しっかりと注目してお気をつけください。ではモーニング3時間皆さんありがとうございました。今日も元気にいってらっしゃい。
Thank you.
皆さんおはようございます。1月29日月曜日、時刻は9時を回りました。ここからはソライブサンシャインの時間です。今日は鈴木里奈がお送りしていきます。ここから3時間よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日は週明け月曜日、またお仕事や学校スタートという方が多いですね。そして1月最後の週になりました。早いものでもう1月もそろそろ終わりに近づいていっています。また2月に入りますけれども、2月に入りますと節分であったりバレンタインであったりいろいろなイベントもありますので、特に天気も気になるところですね。ではですね、現在のお天気も皆さんと一緒に確認をしていきたいと思いますが、千葉幕張、空の様子を見ていきますと青空は綺麗に広がっていますね。いや本当によく晴れているなということが伺えるんですけれども、先ほどなおちゃんから聞きますと、まだまだ寒さは厳しいようですね。今日も各地で防寒必須の一日となりそうです。今日はダウンコートを着てきました。そして手袋もしっかりと持ってきまして、防寒はしているんですが、また今日もカイロを忘れてしまいましたね。カイロを使う習慣がないので、ついつい家を出るときに忘れてしまいますが、皆さんカイロなども活用されてますか？春カイロは体全体がポカポカしてきていいみたいですね。マフラーは今日はしてこなかったんですよ、ね、してくればよかったですでは体感も皆さんとお話をしていきましたが、現在のお天気を空ボタンで教えてください。青が雨、赤が晴れ、緑が曇り、黄色が雪やみぞれの4択です。空ボタンは空まだアプリや空をライブのアプリ、またはウェブからご参加ください。空ボタンとウェブで検索をしますと、すぐに参加のページに行くことができます。ではですね、こちら皆さんにご参加いただいている間に各地の様子も見ていきたいと思います。いただいているウェザーリポートで確認していきましょう。まずは長崎県長崎市の方よりいただいたリポートです。ありがとうございます。どこまで回復するかなといただいています。昨日九州では早くから雨が降り出し、雪のご報告もいただいておりました。雲も広がる空となっていましたけれども、今日この朝になりまして雲はありますけれども青空も見えていますね。日差しも少し届いているようです。この後しっかりと青空が広がってくれるのか、それとも再び雨や雪降り出してしまうのか、こちらも気になるところです。では続いてのリポート見ていきましょう。広島県三次市黒豚さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。太陽は頑張っています。でも雪がちらちらといただいています。こちら日差しは届いているようなんですけれども、雪がちらちらということでご報告いただいていますね。空を見上げますと青空も見えますが、雲がちょっと広がってますね。ただ薄い雲という感じには見えますけれども、この後雪の降り方どのように変化していくのか、こちらも見ていきましょう。では続いて見ていきます。滋賀県米原市の方よりいただきました。ありがとうございます。朝は少し雨が降っていましたが、いつの間にかちらちら雪が降り出しましたといただいています。こちらからも弱い雪のご報告ですね。空は雲が多く白っぽくなっています。朝は雨だったようなんですけれども、それが雪へとこの時間は変わったようですね。では続いて見ていきましょう。続いては高知県大豊町イリアさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。さすがに雪は降っていませんが、北の方福山は全く見えなくなっています。ここは雪かも。寒いっていうほどの寒さではないけど、窓の外は寒いですね。かすかに雪の残っている畑もありますが、よいしょ、畑もありますが、あれちょっと見えなくなっちゃいましたね。ごめんなさい。あ、降らなければ消えちゃいそうです。気温は低そうなので、皆様暖かくしてお過ごしくださいませといただきました。寒いとこう叫びたくなるような、そんな寒さではないようなんですけれども、やっぱり寒さは継続しているようですね。まだかすかに雪の残っている畑もまだあるようです。この後もですね、寒さ続くところ多くなりそうです。引き続き暖かくしてお過ごしください。では続いてのリポートです。新潟県新潟市しめじさんよりいただきました。ありがとうございます。あっという間に溜まってきました。仕事終わったら除雪決定、気の重い月曜日ですといただいています。
どんどんとこちらも積雪が増していっているようですね。今も雪が降り続いているようです。今日は月曜日でお仕事、学校スタートする方も多いと思うんですが、お仕事が終わったら除雪をしなければいけない積もり方になっているとのことで、今日はちょっと一日長いかもしれないですね。怪我などもしないように安全にお過ごしください。では続いて見ていきましょう。こちらは関東の空を見ていきたいと思いますけれども、関東は今は雪や雨のご報告はあまりいただいておりませんが、先ほどアイコンに変更がありまして、東京にもですね、小さく雪のアイコンがついております。こちらもですね、雪の降る可能性、雨の降る可能性もありますので、皆さんも空の変化注意をしてください。そして今空を見ると青空もね、綺麗ですね。本当に雪や雨が降り出すのかなと思ってしまうような、そんな空になっておりますけれども、この後の天気もしっかりと見ていきましょう。では続いては北日本の空を見ていきます。続いて秋田県横手市、てるさんよりいただきました。ありがとうございます。雪の降りは弱くなってきたものの、なかなか止まないといただいています。雪の降り方、少し前まではもう少し強かったようですが、この降り方はだんだんと弱まってきているようですね。ただもう真っ白ですね。雪がしっかりと積もっている様子がお写真からも伺えます。弱くなってきてはいるということなのですが、なかなか止みはしないようですね。この後も積雪の増加お気をつけください。では続いてのリポーターです。福島県須賀川市、小葉作さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は比較的暖かいような、日陰には白くツルツル、油断なく今日も1日お気をつけて、もうすぐ2月といただいています。こちらはですね、比較的暖かいようなということで、ここ数日に比べると寒さは少し緩んでいるようですね。そして日陰を見ますと路面も凍結しているようです。白くツルツルといただいています。やはり滑りやすい状況が続いておりますので、皆さん油断をせず少し早めに家を出るなど対策を取ってください。皆さんからいただいたウェザーリポートで各地の空見ていきましたが、最後もう一枚見ていきましょう。北海道札幌市、マリーさんよりいただきました。ありがとうございます。雪山が眩しいといただいています。いや、しっかりと雪が積もっておりまして、この日差しが反射してちょっとね、雪の積もっているところは眩しく感じますよね。いや、こちらも今は穏やかな空、日差しは届いておりますけれども、天気に変化があるのかも確認していきましょう。いただいたウェザーリポートで各地の様子見ていきました。雪の積もっているところも多くなっていましたね。それではここからは今日の天気どのように流れていくのか、ポイント解説で見ていきましょう。こちらはウェザーニュースのウェブのサイト、天気図チャンネルからご覧いただけます。北海道は朝まで雪が降り続いていたこともあり、太平洋側は積雪が増していることがありますので、足元引き続きお気をつけください。そして北陸は日本海で風のぶつかり合いで発生発達した雲、 JPCZ と呼ばれるものですが、こちらの影響で雨や雪の降り方が強まり、雷や突風、あられの恐れがあるので注意をしてください。では続いて見ていきましょう。日本海側は雪の降りやすい状況が続いていきます。安全を確保してこまめに除雪を行ってください。また沿岸部では風が強まりますので、吹雪による視界不良にも注意が必要です。では続いて見ていきます。西日本、東日本、太平洋側、日差しの届くところが多くなりますが、この日差しのぬくもりは感じられず、寒い一日となりそうです。風も強まりますので、服装選びお気をつけください。また関東は弱い前線の影響でにわか雨やにわか雪の可能性があるので、雨具があると安心です。今日のお天気の流れを見ていきました。ではアイコンでも確認していきましょう。今日の全国の天気です。日本海側は雪の降る空となります。まずは沖縄です。こちらは雲が広がり、時々雨の降ることがあります。また北風に変わりまして、昨日との体感差が非常に大きくなりますので、服装選びや体調管理お気をつけください。日本海側のエリアは今日は雪の降りやすい空、沿岸部では風の強まり、内陸部では積雪の急増にお気をつけください。
北陸では雷や突風、あられの恐れもあるので注意が必要です。その他、太平洋側のエリア、日差しの届くところが多くはなりますが、福岡や東京、仙台には小さく雪のアイコンがついています。こちらも所々太平洋側にも雪雲が流れ込み、にわか雨やにわか雪の可能性があります。空の変化にお気をつけください。また今日気温が昨日よりも上がるところもありますが、風が冷たく感じられそうです。引き続きしっかりと防寒をしてお出かけください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日のお天気を確認していきましたが、現在のお天気も皆さんに今空ボタンで伺っております。ではコメントやチャットでも今の天気や体感を教えていただきたいと思います。皆さんのエリア天気はいかがでしょうか。早速いただいていますね。釧路市は雪が降っています。極寒マイナス4度、風も強く吹いているようです。北九州市は曇り、体感は極寒ですといただいています。北海道の羅臼町の方からは晴れ間が出てきましたといただいています。千葉市は晴れ、やはりこちらもよく晴れておりますけれども、関東は今晴れているところも多いかもしれないですね。山口の下関市、こちらは曇り2度で寒いよ。川口市晴れ、寒いです。各地とも寒い体感報告も多くいただいていますね。北九州市は曇り、体感は極寒ですといただきました。各地とも寒さ厳しくなっておりますので、皆さんこの後も暖かくしてお過ごしください。コメントやチャットでお天気や体感を教えていただきありがとうございました。それでは5秒前で空ボタンを集計していきます。4、3、2、1、終了です。まずは結果を数字とグラフで見ていきましょう。晴れ報告多くなりました。晴れが97、曇りが52、雪やみぞれが13、雨が5という結果です。ではエリア線をマップで見ていきましょう。ご参加いただいた空ボタンの結果をマップ上にまとめました。晴れ報告多くはなっているのですが、西日本ほど曇り空の報告多いですね。また北陸の方からは雪やみぞれのご報告多くいただいています。関東は晴れているところが多いですが、北海道内陸では雨の報告もいただいていますね。この後天気に変化があるのかもしっかりと確認していきましょう。空ボタンご参加いただきありがとうございました。では皆さんからいただいている9時10分現在のお天気報告をマップで確認していきます。こちらは過去1時間分のものをマップ上にまとめております。オレンジ色の晴れ報告多くいただいておりますけれども、やはり日本海側のエリアは白の雪の報告が多いですね。そして西日本、特に九州からはグレーの曇り報告も多くなっています。北海道は日差しの報告、オレンジ色の報告もいただいているのですが、ところどころで白の雪の報告、またピンク色、吹雪のご報告もいただいています。では体感の報告も見ていきましょう。皆さんからいただいている体感の報告です。ブルーは寒い報告、そして紫はさらに寒さが厳しい極寒の報告です。今日も極寒の報告いただいていますね。この後日中にかけてこの日差しのぬくもり感じられるエリアあるのかどうか、また風についても気になるところですね。見ていきましょう。風のご報告は、やはり沿岸部ですと髪が乱れる風と少し強く吹いているところもあるようです。風強く吹くと本当に寒いですよね。外中継してて思うんですけれど、風があるのとないのとではだいぶ体感が違います。なのでなるべく風は吹いてほしくないなと思うんですけれども、気温だけでなく風の予想も皆さん見ていただいて、お洋服なども選ぶようにしてください。現在のお天気、皆さんと一緒に確認をしていきました。ではここからはウェザーニュースが配信している最新のニュースを見ていきましょう。こちらがウェザーニュースのウェブのサイトトップページとなっております。右下に4つバナーが出ておりますが、こちらの一番右がトピックスと書いてあるものです。こちらを押しますとニュースまとめて載せているページに行くことができます。さまざまなニュースが載っておりますけれども、この時間はまず今日の天気から見ていきましょう。今日は週明けですが厳しい寒さ、北陸は大雪に警戒。こちらの記事を見ていきましょう。
こちらが今日29日月曜日9時の予想天気図となっております。昨日28日日曜日から西日本や北日本を中心に雪や雨を降らせた低気圧や前線は東の海上に離れ、今日29日月曜日、日本列島は西高東低冬型の気圧配置が強まりそうです。エリアごとのお天気アイコンでまず見ていきます。金沢や新潟、こちらは雪のアイコンが大きいですね。その他太平洋側も小さく雪のアイコンついているところがあります。日本海側では上空の寒気が強まりまして、雪雲が発達しやすくなります。北海道や東北北部では昨夜から積雪が急増しております。足元に注意をして、今日は時間に余裕を持った行動が良さそうですね。また加えて日本海で風がぶつかって雪雲が発達する JPCZ が現れます。活発な雪雲が北陸付近に流れ込む予想となっておりますので、日本海側雪が降りやすく、大雪や吹雪に警戒が必要です。太平洋側は晴れていてもにわか雪に注意が必要となります。関東でも夕方以降にわか雪や雨の可能性がありますので、雨具を用意した方が良さそうです。そして続いて気温を見ていきます。真冬の寒さ今日も続いていきそうです。東日本では昨日より気温が高くなりそうです。関東では10度近くまで上がり、日差しのぬくもりを感じられそうです。ただですね、今日は北風も冷たく、全国的に真冬らしい寒さが続いていきます。昨日より気温は上がるといえど、寒いことには変わらないってことですね。なので防寒グッズが今日も活躍していきそうです。皆さん今日この後も暖かくしてお過ごしください。今日のトピックニュースを見ていきました。ではここからはピックアップリポート、私が皆さんからいただいたウェザーリポートの中で数枚選ばせていただきました。そちらを見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのリポートなんですが、よいしょ、千葉県野田市、八木島早紀さんよりいただきました。ありがとうございます。そろそろ雪も溶けてほしいですね、といただいています。まだまだ雪がしっかりと残っていますね。関東もまだ雪の残ってるところ多いなという印象だったんですけれども、ここまで、ね、一面残っているところもあるとは。日差しも届いているのでちょっと眩しいですけれども。ね、まだまだ足元注意が必要な状況、気温も低いですので続いていきそうですね。この後もお気をつけてお過ごしください。寒そうなリポート紹介していきましたが、続いて見ていきましょう。続いては宮城県名取市、ポンポン山さんよりいただきました。ありがとうございます。関西に帰る前に展望デッキに行かないとね。で、出迎えたのはこのきらびやかなイルミネーション、仙台空港といただいています。寒いのは苦手なんですが、こういった綺麗なイルミネーションが映えるのも冬かなと思います。寒さがあるからこそちょっと綺麗に見えるのかもしれないですね。この間のバスツアーに行ってきたんですけれど、その帰りイルミネーションに行くっていうのまでがコースだったんですよ。このイルミネーション綺麗なものたくさん見てきたんですけれど、すごいですね。今初めて行きました。イルミネーション行ったことなかったので、すごい、もうそれだけで施設ができてるから、どこ見てもピカピカで人も結構いっぱいいました。なんかこうなんて言うんでしたっけ、なんて言うんでしたっけ、登るやつ、名前が出てこない、スキーとかでのリフト出た、よかった。そう、リフトに乗ってもっとヒント、そうですねそう、リフトに乗って上までこう登るんですけど、下が全部イルミネーションになっているので、あ、綺麗だなと思いながら登ることができるんですけれど登るやつ、ね、登るやつじゃ分かんないですよね、いろいろありますもんね。そう、でも本当に寒くて、寒いって何回言ったかなっていうくらい寒かったのでもうちょっと寒さがマシだといいんですけどね、でもただこの冬ならではのイルミネーションをね、皆さんも満喫していただければなと思います。そんな体も冷え冷えになった方におすすめのものがありますので、こちらのリポート見ていきましょう。愛知県日進市、美濃虫愛知さんよりいただきました。ありがとうございます。今話題のシナモン、これはパンにかけるタイプ、キャラメルシナモンシュガー、
ホットケーキやヨーグルトにもどうぞだってといただきました。わー、美味しそうなトーストが見えますね。パパンっていうものがあるんですね。シナモンかけるだけでいいんだ。いいですね。甘いんじゃないですか。キャラメルシナモンシュガーですからね。いろいろ混ざってるんですって。あのトピックスにもシナモンについてのね、冷え性とか風邪予防に効果があるっていうので載っておりましたけれども、シナモンなんかスパイスの王様って言われてるみたいで、本当に万能なスパイスなんですね。ヨーグルトにもどうぞって書いてあのコメントいただいてますけれど、あの私も冬はヨーグルトを温めてシナモンと蜂蜜入れて食べたりします。うん、あと豆乳に入れたりね。あ、最近コーヒーにシナモン入れてますか。うん、美味しいですよね。紅茶に入れたりもするみたい。温かいと溶ける。うん、なんだろう、チャイみたいな感じですね。チャイみたいな感じに、豆乳に入れるんですけど、私もチャイみたいな感じになります。うん、チャイもね、美味しいですよね。だからそんな感じになる。うん、あの体も温まるみたいで、あとお肌とかダイエットにもいいんですって。なので皆さんもぜひこの冬、特に寒いですしね、シナモンを使って乗り越えていただければなと思います。皆さんからいただいたウェザーリポート3枚ご紹介いたしました。ではですね、ここからは今日この後の番組の予定を見ていきたいと思います。こちらのソライブサンシャインの時間の中で予報センターと詳しいお天気を確認する時間帯を見ていきましょう。最新天気確認の予定時刻は9時35分。こちらは最新の天気と今日の天気エリアごとに見ていきます。10時30分も今日のお天気ですね。11時10分は今日の天気に加えて週間の天気も確認していきます。そして、あとは募集物のお知らせをしていきたいのですが、ウェザーリポート今ご紹介しましたが、動画でも募集をしております。一つ目は定点タイムラプス、そしてウェザーリポート動画、夕日ライブの3種類です。日付は今日のものですと0129、地名と時間帯、こちらをタイトルにしまして YouTube に動画をアップしてください。アップしていただいたもの、番組の中で後ほど紹介をさせていただきます。時間を問わず募集しておりますので、ぜひ皆さん送ってください。ではここからは改めて今日の天気を確認していきましょう。全国の天気をお伝えします。日本海側は雪の降る空となります。まずは西日本です。那覇は雲が広がり雨の降ることがあります。北風に変わり昨日との体感差が大きいので、体調を崩さないようお気をつけください。福岡は日差しが届いてもにわか雪やにわか雨の可能性があります。外出には折りたたみ傘があると安心です。広島大阪は晴れて穏やかな空です。冷たい空気で万全な防寒が欠かせません。次に東日本です。金沢は雪が降ったり止んだりします。一時的に降り方が強まり積雪が増す恐れがあります。また雷やあられ、突風にも注意をしてください。名古屋は晴れますが油断は禁物です。にわか雪の可能性があるので、お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京は晴れて昨日より気温が上がります。夕方にはにわか雪の可能性があります。折りたたみ傘があると活躍しそうです。空気は冷たくても日差しのぬくもりにほっとできそうです。続いて北日本です。仙台は日差しが届きますがにわか雪の可能性があります。空の変化にご注意ください。秋田は時々雪が降るものの日差しが届くこともあります。厳しい寒さが続くので暖かくしてお過ごしください。札幌は昨夜からの積雪に要注意です。昼間は日差しもにわか雪もある変わりやすい天気です。おしまいに週間天気を見ていきましょう。まずは西日本です。沖縄は曇りや雨のすっきりしない天気が続きます。
気温は上がらずひんやりとした体感になりそうです。九州から近畿は水曜日や木曜日は雲が広がり、雨や雪の降ることがありそうです。この時期らしい寒さが続きます。次に東日本から北日本です。中部は太平洋側は周期的に天気が変化し、日本海側は雪の降る空が続きます。積雪増加や吹雪による視界悪化に要注意です。猛烈な寒さは少し和らぎます。関東は日差しの届く日が多くなります。厳しい寒さは落ち着き、この時期らしい体感になりそうです。2月スタートは雲が多く、雨や雪の降る可能性があります。東北は日本海側は雪の降る日が続きます。積雪が増えるので安全を確保してこまめに除雪を行ってください。太平洋側も雲が多くなりそうです。北海道は日本海側を中心に雪の降るところが多くなります。積雪の増加や吹雪による視界不良に警戒が必要です。また真冬日が続くので体調を崩さないようお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。アイコンで今日のお天気、週間のお天気を確認していきました。それではここで一度インターバルを挟みまして、この後はエリアごとのお天気を確認していきます。